今回ね、俺がね栽培のお手伝いしている場所 の農家さんで、さつまいもをねいただきました。品種の名前は紅はるかって言います。今もメジャーな品種なんだけども、まあ、こんな誰も見てんたね、でっきいやつ、俺の手と同じぐらいかな。俺結構でかいんだよ、182センチあるんだよ。でその手と比べてもね、うん、同じぐらいの大きさで、この辺なんかも血管がビキビキしてるようなさ、ね、よく仕上がった筋肉だなぐらいのさね、うん、まあ売り物にならないからもらったんだと思うけどもね、こっちは売り物になるけれどももらってさ、うん、でね、さ、俺静岡で、自然農法の勉強してきたんだけれども、その時結構大きい農場で、うーんとね、秋に収穫祭とかあるんだけども、その時収穫体験で一番人気だったのがさつまいものコーナーで、で一番収穫体験の中で大変なのがさつまいもだったんで、でいう体力あるで農作業できる俺が毎年そこで収穫体験の相手をすると。で内容としては結局お客さんが掘った後の取り残しを取ったりとかで残った分を収穫したりとかっていうので、まあ大体1ヘクタールぐらいあったのかな、全部でね、うん、1万平米ね、ヘクタールっていうと、うん、1万平米ぐらいさつまいもの畑あって、そこでお客さん入れて取ったり、俺も収穫したり、指導したりっていうか、こうだよって教えたりとかしてたんだけども、そういう経験でね、その時の品種が紅はるか、まあ今回今見せた紅はるかで、もう一つ紅あずまっていうのを2つねやって、で収穫して取って食べて、でこの2つの品種の話をね今回したいなって思いまして、まあ、動画撮ってるんだけどもね。でまず皆さんが一番気になることって言えば、まあ、味かなと思うんで、この紅はるかの味をまずね言っていきたいと思うんだけども、紅はるかはねっとり系、しっとり系、ねっとり系のさつまいもです。ねもう今ねうちの近所のスーパーでいろいろ探したんだよ。あずまも撮影でこれがあずまですって、はるかですってやりたかったんだけども、あずま売ってなかったです。もうはるかばっかり、はるかしかなかったり、あとはシルクスイート、あの芋とか、そういうしっとり系っていうかねっとり系かの甘いやつばっかり。で、このはるか、糖度が生芋の状態で、だいたい糖度40度。で焼き芋にすると5、60度になりますっていう説明が、まあ、ネットの情報だけどねありました。ネットの情報でありました。で、うん、ありました。でなんだっけ次東か、東の方は、生芋の状態で糖度が13度で、加熱して30度ぐらい前半ぐらいになるっていう。でそうやって比べると圧倒的にこっちが甘いらしいんだよね。で紅はるか、このはるかっていうのが既存のさつまいもの品種よりもはるかに甘いから紅はるかって名前がつきましたっていうのを見て、あ、なるほど、そういうことね、そういう由来なのねって、うん、はるかに甘い紅はるかって覚えてもらえればね、ねっとり系の今流行りの、本当に今流行りだからね、これしか置いてない近所の青森市内のスーパーでは、うん、びっくりした。もう東も欲しいなと思って、ほんとその撮影用にね食べ比べもしてみようかなとか思ったんだけど、全然なくてね、東も探しても見つからなかった。本当にいや、もっと探せばあるのかもしれないけれども、うん、なかった。紅はるかでどっちが俺は好みかっつうと、まあ俺もまあやはり東の方はホクホクして口の中の水分奪われるような感じでちょっときついんで、俺もはるかの方が好きかなって。甘いし、ね、ねっとり系好きなんで、こっちがに軍配上がります。俺も世間の皆さんと同じようにねっとり系のはるかが好きです。で栽培上の話なんだけれどもね、植え方は同じでした。垂直に植えれば大きいものが取れて、数が少なくて大きいものが取れる。垂直植え、斜め植え、少しものはサイズが小さくなるけれども数が少し増える。船底植え、まあこれはめんどくさいからやんなかったけれども、船底植えすると小さいのがいっぱいつきますよっていう、そういうふうな植え方は東もはるかも同じでした、ね。まあ、基本垂直で植えましたけどね、静岡ではね、うん、で栽培途中も同じ、なんだっけ、返して根を、あのつるの先でもまた根っこがついて、そっちに養分奪われて、本当の腕のところを大きくした芋が大きくならないんで、つる返しって、つるを返して
根っこをね太陽光などで焼くっつうのが、うんまあ、とりあえずそっちの方に葉っぱの方の根っこに栄養がないようにすることをするのね。そういうことも普通にしたし、水の管理も同じでやって、で一そこだから植えるところ栽培途中これは変わらなかった、東も春香も。だけど収穫の時にね全然違ったのね。そういうことを1万平米も収穫しててね分かったんだけども、で絵に描いたんだけども、まあ絵心ないんだけども、それはいいとして ね、まあ、ちょっと自慢なんだけど、この紅の字結構上手に描けたかなって自画自賛してるんだけどもね。で紅はるかはねちょっと光があれだな、紅はるかはこういう風にある程度この腕の中に集まってくれるのね。要するに根があまり伸びなかったの、いっぱいいろんな畑、何個も畑あって収穫体験の時ね、でいろんなところの紅はるかを集めて取って、青森に来ても紅はるかの畑はやって収穫してみたこともあるんだけども、大体イメージとしては一箇所に集まってる感じです。で東なんだけども、東がねねこういうふうに根っこが伸びて、畝の中だけじゃなくてこの通路の方まで伸びれたりして、結構取るの大変でした。こっちって硬くなってるから通路の方ね、こういうとことか人歩いたりとか機械入ったりしてるから硬くなってます。でこの上まで柔らかいんだけど、ここまで入られるとなかなかさ深く掘るのも大変で、で収穫体験の現場だったんで手作業で掘らなきゃダメだったんで取れなかったりとか、ね、で硬いとこだから途中で折れたりとか、で子供たちこうズボッと抜いてわあいっぱい取れたって言うんだけども、ね、その時アズマの時って土の中伸びてるから土の中に残りやすくて、そういう満足感を与えられにくかった。はるかだったらこの柔らかいところに集まってるからズボってわーいっぱい取れたって子供たちも喜んでたし、子供たちが喜ぶ、そして俺が収穫する時も楽で、例えば本当の大規模でやってる専業のさつまいも農家さんだとしても、多分機械を入れる時でも東だと機械でこう傷つけたり切断したりすることあるんじゃないかなって、取り残しも出るだろうし深いところにあればね、こういうやつとか。で遥だったらね浅いから機械でもさーっときれいに取れていくと、ね、そういう関係もあって今東よりも遥かの方が遥かに多いってな、ギャグっぽいけどもね、売り場で東が消えていって遥かばっかりになってるんじゃないかなって。まあ当然食べる方の需要ねっとり系が流行ってるからっていうこともあるけれども、うん、まあ、そういうね都合もあるのかなって思います。で俺だったらもう味的にも遥かの方が好きだし収穫も楽なんで、俺がさつまいも栽培するなら紅はるか育てます。もう紅はるか一択、うん、だ東のホクホク感を生かした料理がしたいとかそういう人がいれば東も育てるかもしれないけども、俺はもうはるか一択ですね、うん、俺がねさつまいもで料理するときはまあきんとんとかで芋をふかして潰して、俺は裏ごししないんだけどね、繊維も全部入れたまま、全部、裏ごししないで全部入れたちょっとこう野性味あふれる栗きんとんを作ったりして食べるんだけども、そういうのとかのねっとりしてる方が俺は好きだなっていうのでやったり、うん、そのまま食べたりもふかして食べる時でもやはりホクホクモクモクってして食べれると口の中の水分なくなるからやっぱ好きじゃないんだよな、うん、やっぱ水分欲しくなるし、だからやっぱりはるかの方がいいかな俺は。うん、本当に一番俺が言いたいのは本当にこの、ね、収穫のしやすさははるかの方が断然、東は取り残しが多いし、根っこが途中で切れてしまうし、硬いところにあるからポキって折れやすいんだよね、まあ、そういうことも考えてしまうと、やっぱりはるかの方が俺はいいなって、栽培のしやすさとかそういうことも考慮して考えると斜めだ、うん、そう思います。はるかの方がおすすめです、うん、でも本当にね東だっていいとこあるんだよ、ホク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 だから、ホクホクしたら例えばやっぱねっとりしてる水分が多いんで、はるかの方は、そうなるとやっぱほら天ぷらにした時でもどうなんだろう、衣がカリッと揚がらないとかねあるかもしれないから、そういう場合だとは東の方が、いいかもしれないし、うん、だからそういう風に料理で使い分けでやればいいけれども、まあどうしてもやっぱ俺はやっぱはるかだなってはるか推しがすごいんだけども、うん、まあそういう感じで、栽培のしやすさは変わらない、
変わらなかったけれども、収穫のしやすさってことも考えるとやっぱはるかの方が俺おすすめかなと思うんで、来年、ね、今これ冬でもう栽培はできないと思うんで、来年さつまいもやるときは紅はるかをやってみることをおすすめします。俺はやはり今の流行りでもあるしね、多分家庭菜園でやっても多分食べきれない分出たりすると思うん でそれを分けたりとかするときにもはるかの方が喜ばれるかもしれないね。ねっとり系だよ、今流行りだよって言えばね、もしかすると、知れないんでおすすめします。まあ今回はそういう話でしたんで以上です。